それではフェイシャルを始めさせていただきます。よろしくお願いします。ハンドのマッサージに入ります。失礼します。では、暖かいタオルで失礼いたします。それでは、オイルを塗布していきます。少し上からスプレーをしますね。今度はテラヘルツを使ってカッサをしていきます。お疲れ様でした。手元拭いて終わりです。こんにちは、いらっしゃいませ、はい、どうぞお上がりください。はい、ではこちらの席にお願いいたします。本日はご来店いただきましてありがとうございます、はい、当店はメディカルサロンクレアと申しまして、福岡県の久留米市東串原町にございます。今日は遠いところからありがとうございます、はい、当店は基本的には女性限定のサロンにはなりますが、ご紹介であれば男性のお客様も来ていただくことが可能になります。国籍問わずに、いろいろな国の方がお越しになられておりますので、まあ、片言の英語ではございますが、少しずつコミュニケーションを取りながら施術させていただくことも可能になります。それでは、50種類ある中から全てをちょっと選んでいくのは大変ですので、おすすめのものをいくつか出させていただきます。で、前回ヘッドの時にお選びになったのがラベンダーの精油でしたので、ラベンダーに合う香りをいくつかご用意いたしました。で、今回ご用意したのがローズ、イランイラン、ジェラニウムエジプト、この3つを新たにご用意いたしました、はい、よろしかったら蓋を開けて香りを嗅がれてください。いい香りですね、うん、女性ホルモンを整えてくれて肌を引き締めてくれます。うん、イライランですね。イライラン、イライランも美肌の上の成分がたくさん入っている成分になります。ロースですね。こちらはローズですね。青々とした香りのするローズです、はい、お肌をふっくらと保湿してくれる成分がたくさん入っております。これはラベンダー、なんかアンゴスティフォリア、
を鎮静させて気持ちも落ち着かせてくれる万能な精油になります。はい、それでは、今日はこの4つをブレンドしてフェイシャルをさせていただきます。熱くないですか？大丈夫そうですか？うん、それではフェイシャルを始めさせていただきます。よろしくお願いします。ではまず髪の毛を失礼いたします。ありがとうございます。持ち上げますね。では暖かいタオルで失礼いたします。ではクレンジングに移ります。クレンジングのジェルをつけていきますね。今つけてるクレンジングジェルオイルはクルメの酒どころでもある城島町で作られたものです。天然のセサミオイルをベースに敏感肌な方でも使いやすく、そして洗い上がりもとてもしっとりしております。では落としていきます。熱くないですか？次は洗顔に入っていきます。今回使う洗顔も久留米の庄島町でできた日本酒に使われる酒粕が入った石鹸を泡立てたものになります。酒粕が入ってるのでとてもお肌がしっとりして、乾燥肌や敏感肌の方でも安心して使っていただけます。日本では歌舞伎ブラシといった歌舞伎役者さんがメイクに使う昔から優れたブラシがあるのですが、熊の筆というブラシがございます。メイクにもよく使われるのですが、汚れを落とす時にもとても役に立ちます。
精油がたっぷり染み込んだガーゼパックをしていきます。失礼します。匂いは大丈夫ですか？今回のバッグはお客様のお肌に合わせたが得意なローズ、肌の鎮静作用のあるラベンダーで、肌を整えてくれるイランイラン、毛穴を引き締めたり血行を良くしてくれるゼラニウム、そして、ハーブウォーターのラベンダーが入っております。ではこちらが今回のクレーになります。当店ではフランス産の天然 100% のクレイを使っております。クレイも様々な種類のものがありますが、今回はお顔のむくみを取ったりくすみを取ってくれたりするグリーンイライトという種類のクレイを使っていきます。またクレイはお肌表面の汚れの吸着、そして体の中の老廃物の排出を促す吸収、大きく2つの作用がございます。お肌をきれいにするとともに眼球疲労や脳疲労にもとても効果がございます。温泉が取れるような深い地層から取れたものになりますので、ミネラルがとても豊富です。とてもリラックスできるパックになりますので、パックをしながら眠たくなるお客様もたくさんいらっしゃいます。つけることで吸収力が増しますので、お顔のむくみがより取れやすくなります。なのでフェイシャルが終わった時にお顔の厚みが変わったと言って喜ばれるお客様が多いです。ハンドのマッサージに入ります。腕頭骨筋という筋肉があるんですけれども、よく作業をするときにとても作用する筋肉なんですが、そこをほぐしてあげることで
腕の筋肉がスムーズにほぐれやすくなってきます。また腕の筋肉の一部は肩にも伸びる筋肉がございますので、デスクワークなので首肩が疲れた時に前腕を揉んであげるのもとても有効です。また手には足と同じようにたくさんのツボがございます。一番有名なのが親指と人差し指の付け根にあります合谷というツボがございます。万能のツボと言われておりまして、何か頭がすっきりしないな、気持ちが落ち着かないな、そんな時には合谷を押されてみてください。私は以前病院でリハビリのお仕事をしておりました。リハビリもさまざまな種類の国家資格があるのですが、作業療法士という特に手だったり肩だったり日常生活の作業を交えながらリハビリを促していくような手のリハビリの専門職をしておりました。手には小さいですが、たくさんの筋肉や靭帯がございます。それを優しい圧でゆっくりほぐしながら、リラックスを促していきます。手をほぐすだけで首肩の筋肉も緩み、肩の痛みが軽減したというお客様もよくいらっしゃいます。それではオイルを塗布していきます。ハンドのオイルはラベンダーをベースにフランキンセンス、ゼラニウム、ローズを入れております。女性ホルモンを整えながらリラックスを促し、お肌もきれいにふっくらとしたお肌になるように仕上げてくれる精油たちです。
手の乾燥が気になる方、手仕事で手先が荒れてしまった方、また手の消毒のしすぎで手が荒れてしまった方などにとてもおすすめです。あまり手にはローズを使ったりするところは少ないのですが、やはり手も顔と同じように肌が綺麗だと手の所作も美しく見えますし、より女性らしく見えると思います。また頭に来られる男性のお客様にも手の施術はとても人気です。高齢者施設に夜にトリートメントに行っているのですが、なかなか寝つけない年寄りの方、夜になると不安になってスタッフがいる部屋に行ってしまい、なかなか一人でベッドで過ごせない方などにトリートメントをすると安心感からかすっと眠りにつかれる方や、次の日にとても機嫌よくお目覚めになられた方、そして入所者様がお代わりになることで、ご家族の方もとてもお喜びになっています。もともと私はマッサージがお仕事でもプライベートでも大好きなのですが、よく施術の後に、ああこのまましばらく眠れたらいいのになと思うことが多々ございました。その発想からヒントを得て、ああ眠れない人に寝る前に施術をしてあげたら、そのまま自分のベッドでリラックスして深い眠りにつけるんじゃなかろうかと、そういった発想がヒントになって、高齢者施設では夜に入って消灯時間になってからお部屋に伺って、好きな香りを選んでいただいて、お休みになるまで施術をするようにしております。ではデコルテのマッサージに移ります。
それではパックをお取りいたします。顎周りから失礼いたします。赤いタオルを失礼します。それではオイルでマッサージをしていきます。で今回使うオイルが、これもクルメで作られたオイルになるのですが、サボテンのエキスが入ったオイルになります。サボテンは乾燥したお水の少ない厳しい環境下でも水分を体内に留めておく高い保湿力がございます。そのサボテンの生きる力にヒントを得て、クルメで作られた植物油になります。このオイルのフェイシャルのマッサージは、入院中にあまりお顔のスキンケアができない患者様や、また施設の入所者様にもとても人気のメニューになっております。オイルを使うことで肌の張りやツヤが出るので、なんだか顔に活気が出たなと言って喜ばれる患者様や入所者様もとても多いです。十分に保湿された肌は普段の肌よりも柔らかくなり、透明感が増しますので、お顔の印象がとても明るくなります。少し上からスプレーをしますね。
それではホットストーンを使ってマッサージしていきます。あったかい石が乗ります。熱くないですか？ホットストーンは温かい石で、赤外線も出てる石なので効率よくお顔の筋肉を緩めることができます。また血流が良くなり、リンパの流れも良くなりますので、お顔の老廃物も排出しやすい状態になっていき、すっきりとしたお顔に仕上がります。てなやつ、私たちもなんかブランドやってて、美容師さんのところにありましたね。てなヘルツすごくいいですね。では顔横向きでお願いいたします。今度はテラヘルツを使ってカッサをしていきます。耳周りや顎下など指が届きにくいところまでアプローチできるので、より効率よくリンパを流すことができます。力を入れずに流すことができるので、強い施術が苦手な方にもテラヘルツはおすすめです。仕上げのお化粧水をつけていきます。これはゼラニウムとドクダミの入ったお化粧水になります。ゼラニウムは血流を良くしたり、同時に肌の引き締めにも使える、そして抗炎症効果のある植物なのですが、一方ドクダミはお肌の殺菌や抗菌、そして肌のキメを整えてくれ、トーンアップさせてくれる植物でもあります。またゼラニウムと同じように抗炎症作用もある
日本でもとてもポピュラーな薬草の一つです。仕上げにみかんの香りのするクリームを塗っていきます。それでは最後にヘッドマッサージをしていきます。お疲れ様でした。はい、では、お手元を拭いて終わりです。I hope you guys enjoyed this video. If you did, please give a thumbs up and subscribe. So in today's video, we came to a very cozy and beautiful salon in Fukuoka, Kurume City. If you live nearby, I totally recommend you coming here. But I specifically...came here from the central area of Fukuoka, where I was staying for it temporarily, but it's all worth it. Today I had a really, really good facial and dry head spa. Salon itself is very beautiful, and esthetician is very friendly, and she's very knowledgeable on her job. Also, she works in a hospital as an aromatherapist, and she treats older patients.Who cannot sleep well or who cannot fall asleep better. So she offers massage, dry head spa, and with aromatherapy, which is so cool because I've never heard of that job before. So it was really interesting to learn more about it. That's how important, how beneficial aromatherapy is for sleep. So if you struggle with one, try aromatherapy
or aroma oils. I totally fall asleep during the session, even from the very beginning, because I felt really comfortable in the bed, because it kind of felt like my own bed. So I just felt sleep so hard. Dry head spa is really good for your automatic nerve system to calm down yourself and to soften tense muscles. Tense muscles usually causes headache and migraines, so regularly scalp massage helps to prevent them. Facial was really good. You can see my skin feels so plump, like it feels so soft, really hydrating. Aesthetician uses medical degree product, so if you have concerned skin or if you have allergies, you can definitely come here. If you have allergy for any type of aroma, you don't have to use them. She uses very good quality products, organic products as well. Aesthetician supports local businesses, and that's why almost all of her products are made in this prefecture in Kurume City, and that's very cool, I guess, to supporting local businesses, which I really admire her. So that's why I traveled all the way from Fukuoka here today. This is private salon. Only one person can get a treatment, but if you come with your friend or with your partner, they can wait here because there is only one esthetician and one bed. Foreigners are always welcome. She has many foreigner customers as well. So language barrier is not a problem. You can use Google Translate or applications. This is mainly only women salon, but male customer can come here with female partner, or if female partner recommends him to the esthetician as a customer, he can come. But she made an exception for Smartwig subscribers. So if you are a male customer, you can DM her and let her know that you want to come here. So males are okay. There is a special present for only Smartwig subscribers. When you come here or when you book your session, mention Smartwig and you will get this bath salt that you can use in your offer. It's really good for health. It warms up the body and boosts circulation. You can get this if you mention us. Follow me on my Instagram page because I post self-care tutorials and Japan-related and personal content there. So make sure to follow me on my Instagram. If you are interested in this place, I will leave all the information in the description and in the comment section. Make sure you check their website and book your reservation. And I will see you in my next video. Bye!